ただ1964年に、イギリスでヒットしてアメリカでももちろんヒットしました。あゾンビーズのヒット作の一つですよね。で、まあ、こういうような曲がだから今あったああいうストリートに今音がどんどんたくさん流れてただろうということは想像に難くないわけで、もう一曲聴いてもらいますけども、今度は、1年前というか63年なんですけど、まあ、あんまり変わんないですよね。ストーンズがデビューしたの63年とかビートルズが63年とか、まあ、いずれにしてもそういうビートグループがたくさん出てくるようになった時に、ロンドンで早くも既にその、なんていうんだろう、その後に来るだろうブルースロックの時代っていうのがだいたい60年代の後半ぐらいにやってきますけども、それは白人がいわゆるブルースをやるということに関しては当時まだそんなにメジャーではなかったですから、だいたいブルースというものの存在を知ってる人間がだいたいその、僕ら日本人なんかも全然分かんなかったですけども、青柳典子がいいところですけども、まああれをブルースだと本当に思う人はあんまりいないと思うんですけどね、まあ、そうじゃなくて本当に黒人のそういうブルースを、白人がやるということを、まあ、積極的に、特にイギリスなんかでやってたグループはあんまりなかった。でこれがまあ最初の頃の一つだと言われているのがアレクシス・コーナーの、ブルース・インコーポレーテッドという、まあちょっと硬い名前ですけども、あとは、そのメンバーの中にシルル・デイビスとかいろんな人がいたんですけども、今日はその中から、有名なこの曲を聴いてください。ガンマン・モジョー・ウォーキング。いただきましたのは、アレクシス・コーナーという、まあ、イギリスのブルースの父、でも母でもどっちもいいんですけども、とにかく開祖と呼ばれる方ですよね。まあ、残念ながら亡くなってしまいましたけれども、彼がいなければ、まあ、本当にその後のロンドンの音楽シーンもだいぶ違っただろうと。なぜならば彼らの音楽を聴きに行っていた若い人たちの中にローリングストーンズのメンバーとかいろんなメンバーがいて、いろんなバンドメンバーがいて、それで、まあ、自分たちもああいうものに触発されて音楽をやろうというようになったわけですから、そのアレクシス・コーナーは、演奏をただしたということじゃなくてそういう存在があったということが非常に大きい。他にもね、彼らだけじゃなくて、エレクトリックブルースをやったグループあのバンドはイギリスにはいくつかいましたけども、でもやっぱり彼らの、演奏が一番、まあ、ポピュラーだし、非常に、まあ、中では決して日本ではその全然分かりませんでしたよ。当時はそんなバンドがいるなんて夢にも思ってなかったんだけども、当時イギリスのその本当に耳の肥えたというか、耳の速いというか、アンテナ敏感な若者たちはそういうものを好んで聴きに行くことがかっこいいことだというふうに、まあ、なったんでしょうね。さあ、ということで今度はじゃあちょっと観点を変えて、アメリカの方に、まあ、アメリカの方というと60年代半ばといえばまあそうね、大体、公民権運動とかがそういうのが盛んになってきてキング牧師の話が出てきたりとかっていうのが大体60年代半ばのぐらいですよね。で、その後、まあサイケデリックムーブメントというのがもうここでも何回もやってますけれども、出てきてサンフランシスコを中心に、そういう嵐が吹きまくったと。ハイト&アッシュベリーっていうね、そういう、まあ、ドラッグカルチャーアシッドテストなどなどいろんな言葉がどんどん浮かびますけれども、実際そういうようなことが、サンフランシスコを中心に、ロサンゼルスではなくてサンフランシスコを中心に行われていたというのが、まあ、一つの特徴なんですけども、それでは、1967年俗にサマーオブラブとサマーオブラブと呼ばれる年ですけども、その映像がちょこっと見れるものがありますので、ではゆうち君ちょっとだけそこのとこ見てみましょうか。どんなのが出てくるでしょうか。サマーオブラブ。Turn on, tune in, drop out.
たんですが、とりあえずまあ67年、はまあそういう年だったということでね、アメリカの方で、モンタレポップフェスティバル をはじめとして、まあ、大きなフェスがだんだん野外フェスが広がれるようになって、どれもこれもこう、もう花の都をまさに、サンフランシスコに行こうなんて、先月のこの、ここで僕がご紹介したいろんななんか60年代のへんてこな音楽中にもフラワーポットメンとかね、そういうまさにそういうズバリなタイトルのバンドがいたり、レッツゴーとサンフランシスコなんてね、曲、まあもちろん、スコット・マッケンジーの花のサンフランシスコなんていう代表的なナンバーもありますけども、まあ、とにかくそういうようなものが、若者のまず生き方にまで及ぶようになって、単なるファッションだとか、音楽を聴く娯楽以上のなんかものへと、人の人の人生を左右するようなものにまでアメリカの方では深く入り込んできた。一番最初と後半の方にちょこっと出てきたあの髪の毛をに花をちょっと、くっつけて取ってつけた、まさに取ってつけたような感じの人、あの人はティモシー・リアリーっていう人で、まあ哲学者でもあり思想家でもあり、まあ LSD とかそういったいろんな、いわゆるドラッグカルチャーを圧倒的に推進しようとした人ですよね。まあそうですね、サイケデリックの、まあいろんな人がいますけども、でもティモシー・リアリーもその一人、シカゴセブンの一人ですよね。さあ、そんなようなことがあってですね、でちょっとすごい映像があったんで、こんなの誰でも作れちゃうんですけど、多分、まあ、今の YouTube って便利だから、トップ10カウントダウンというかランキング、ランクのものがあったんでね、トップ10ヒッピーバンド、じゃあトップ10だから10からカウントダウンってカウントアップしていくのが、これ結構ね異論もあると思うんですが、じゃあとりあえずじゃあどんだ何がこの作った人が多分そう思ってたということで、その人の考え方ですけど、あくまでも世間的にどうだったかっていうのがそれはちょっと微妙です。トップ10ヒッピーバンズ、じゃあ10位からいこうということで、プロコロハンプがヒッピーかと言われるとちょっと違うんじゃないのって人が好きだった、この世界中が好きだったからな、俺も中学生で好きだったから、この言い方ひどいですよね。いやもうムーディブルース、これもねヒッピーじゃないよね、どうもかっこもヒッピーじゃないし、何これプログレの元で、サテンの夜という日本タイトルがついてますね。第8位は、あ、これは入れてもいいかな、ジャニス・ジョプリン、最近未発表の68年の音源が出ましたよね。あ、67年か。CD 化されました。これはまあ合ってるな。第7位。あ、これもまあ合ってないとは言えない。サングラスがジョン・ケイ、ボーカルですよね。曲はマジックカーペットライドですね、これは。いろんな人がカバーしてますよ。で、6位は何かな？ああ、これはもうね、なんかヒッピーというよりも最低な感じの、いいねだろうね。いよいよベスト5です。あ、さっきも言ったマーズ、まあ、デビッド・ブルースに一番左ね、ロジャー・マッキン一番右、クリーム、だんだん近づいてクリーム1位じゃなかったのかよっていう感じなんですけど、4位でした。
さっきのファッションなんかね、もうまさにああいう洋服屋さんに行ってお前らこれ着ろとかって言われたんだろうね、きっと。いよいよベスト3です。出ました、この人も3位なんだ。アメリカからイギリスへ渡ってきて成功したというね、オーバーシアトルにあるんですよね。銅像もありますよ、シアトルの通りに。そして第2位は、Somebody to love、 あなただけをというコンタクトがついて日本でも相当売れました。まあ、これは本当にヒッピーっていうようなイメージはありますよね。じゃあ1位は何なの？ああ、やっぱこれっすか。でも完全に選んだのはアメリカ人ですね。高いですね、みんなね、はい、私はね、本当に早く亡くなってしまって残念です、で、これが、まあ、こういう曲を使いましたよっていうようなことが出てますけども、さあ、どうだったですかね。まあ、10位とか9位とか、まあ、とりあえず選んどけって感じで選んだような節が、もっとサイケなバンド、それこそさっきのニッカー・ホッカーズとか、ね、ナゲッツに入ってるようなバンドが、シーズだとかラブとかいろいろそんなヒッピー臭いバンドがいっぱいありましたけどね、というでもまあこの人のチョイスではそういうことになっているということで、ヒッピーバンドベスト10ちょっとお送りしました。で続いて、ちょっと長く時間が長くなってきちゃったんで、はいはい、まあ、あのちょっとハレクリシナも飛ばします。ハレクリシナとりあえずあのみんなさっきの、ヒッピーの人たちが踊ってるのと同じです。ただそれがハリクリシナ教という当時そういう宗教が一つ大きな話題になったんですよ。で、それはなぜかというとビートルズのメンバーがマハリシヨギというその、まあ、そのハリクリシナ教の本体とかまあ、インドのそのグール孫子にね、会ったことによって人生の特にジョージ・ハリスンは、大きな影響を受けて、スタールを自ら購入してね、弾いてたさっきの絵柄もありましたけども、そのハレクリシナ教をまあかなり熱心に信奉していたということで、まあ話題になったんですけども、ちなみにフーの方はババオライリーというですね、まあ孫子やはりグルーをね、まあ尊敬しているという、まあだから白人が西洋のまあ、唯一神的なそのキリスト教的信仰とかそういう生き方に、未来を持てなくなった時に、どうしても頼るのは東洋思想っていうのがなんか共通してて面白いなと、思ったりもします。私は皆さんどうだか分かりませんけど、そんなに僕信仰心が厚い方じゃないので、うちは禅宗だよとか真言宗だよとか御門徒だよとかなんてことは一切うちの会話には出てきません。ゆうきさんのところは国家神道ですから、もっと親戚が神主だけであって、はい、私はもうそれはですね。でも親戚にそういう人がいるっていうこと自体がすごいじゃないですか。はあ。まあクリシナだからなしでね。だからクラシック、そうクリシナだからまあそうね、ボンゴとか使ってたからね。まあブラフマンでも別にクリシナ教じゃないと思いますよ。全然関係ないと思いますよ。はい。